ホリエモンチャンネル。はい、皆様こんにちは、大阪に来ました、上田上です。はい、大阪に帰ってきました、寺田由紀です。ということで本日はですね、バッカラゾーン UK 大阪梅田からお届けします。はい、それでは今日の質問です。堀江さんに感化され、日々情報のシャワーを浴びている40代サラリーマンです。自分の思考が柔軟になるにつれ、自分の年齢以降の親父どもの情報不足から来る頭の硬さ、悪さと、その親父どもが若者たちへ取るパワハラ的態度に辟易しています。刑務所などではないと思いますが、日本の組織のほとんどは完全に軍隊奴隷化しています。その大きな原因である小中高の軍隊養成奴隷学校など早く廃止され、無駄な数学も団体行動もなく、自宅でネットで独学で学ぶか否かを選べる時代がもうすぐ来るとは思うのですが、堀江さんは教育システムの改善などに着手されるお気持ちはありますでしょうか。過去もし着手されていたらすいません。以前出馬されていた時には、古い教育制度の改革に関する思いもあったのでしょうか。よろしければ教えていただければ幸いですという質問です。さてさて、はい、ということで本日のゲストをご紹介します。大阪でやります。本日のゲスト、日本維新の会代表松井一郎さんです。はい、こんばんは。まず私の回答からいきたいと思います。私はい、ここ大学が別に思いとかはないけど、アホなことやってるなとは思っていて、 HIU を作ったり、スタディサプリと提携したり、全ての教育は洗脳であるって本も出した。あなたの言う教育システムの改善が世界的な制度改革そのものだとしたら、面倒くさいんでやりたくない、提言は先日の通りしている。まあ、これは今まで教育っていうのはなかなか新しいところが参入できないような、学校補助しかできない、はい、いう状況だったんですけど、もう今はまあ大阪ではね、通信制の、こう株式会社の学校とかも、教育の、学校を作れるようにトップで、ね、今やってるところなんですけど、まあね、なかなかこれはね、一挙に変えるというと、さまざまな団体がこう関わってきてるし、公務員もいっぱいこの国がいてるし、なかなかすぐには変えれないけど、やっぱり少しずつやっぱりそういう、こう選択肢を増やしていくというのをやっぱりやっていくべきだと思う。僕が考えているのはもうちょっと先の話というか、別に教育なんか学校法人いらないじゃんっていう、そうそう、学校法人っていうか、まあ、株式会社とか認可すらいらないんだから、もともとその寺子屋じゃないけど別に私塾でいいじゃないですか、うん、あるいはもう、まあ、だから偏差値高い人っていうか、まあ、いわゆるこう自習能力がある程度ある人って、もう別に、ね、ネットで調べればいくらでも情報あるわけで、自習できると思うんですね。うんうん、まあ、でも今の子供たちとかは、直接、こうしてネットで堀江さんの意見とか聞けて、いろんなことをそこで学習することもあるやろうし、うん、はい、だから既存の教育のシステムも利用しながら、うん、こういうあのネット社会のさまざまな情報も、取り入れて、いろんな人の意見も取り入れて、まあ、自分自身をちょっとこう高めていってもらう、スキルアップする、そっちかないかなと思いますね、今は。ね、はい、本日はこのぐらいにしておきたいと思います。はい、ということで、カメラに向かって何かこう、まあ、あればぜひ。これは堀江門さんにも、堀江さんにも協力してもらってますけど、まあ、大阪は2025年、万博を、誘致しようということで、今、積極的な活動をやっているところなんで、皆さんご支援お願いします。はい、してください。ということで本日も堀江門サロンの HI ニュースも読んでおきたいと思います。はい、教育事業グループではエンターテインメントの力で日本の教育を変える MOA 大学など新しい教育づくりの情報が掲載されています。あなたも新しい学校づくりを手伝ってみませんか、ということで、まさにね、教育のグループも立ち上がっているということで、はい、はい、そういうのに興味ある方もぜひホリエモンサロンに入会してみてください。はい、ということで、このチャンネルが面白いと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。
堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれますので、皆さんメルマガ登録もお願いします。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容ウェブに立ったページが今